テレビをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。YKJ が埼玉わらびから、はい、全世界に向けてお送りしている音楽番組ボイスのお時間です。よろしくお願いします。私 YKJ ドラムコーラスの周吾です。はい、 YKJ ボーカル&ギターの赤尾康二です。ということで、はい、なんと、はい、祝番組60回目に突入。ありがとうわらび。2013年8月にいやそこはありがとうウィンクじゃない。あ、そうですね。ありがとうボイスね。2013年8月にスタートということで、はい、まあ、お休みがねちょっとずつありましたけれども、はい、60回ということは30回まであと少し、ちょっと待って、最後に話を聞けよお前は。はい、60回、はい、60回ということはですよ、はい、丸5年はやってますということですよ。5年。今日安地ハンディも、はい、なんと尺が23分あ、すごいじゃないですか、ね、どれだけ進行役まとめるのが下手なんだっていうね。いやー、もう本当に、安地ハンディは23分だとそれだけでボイスが終わってしまうの で、ね、なんと拡大です、はい、拡大スペシャルです。ぜひ最後まで番組楽しんでいただければと思います、はい、ということで10月といえば、やめようということでボイス第60回スタートです、はい、スタートです。はい、ということで、はい、やってまいりました、はい、ゲストコーナーです。今回のゲストは初登場シンガーソングライターの岡田優太さんです。よろしくお願いします。岡田優太です。いいですね、初登場っていう響きが、はい、台本に書いてある初登場、いいですね。僕らもですね、はい、初めましてなんですよね。周吾さん、岡田さん、そうなんです、はい、岡田優太さんは関西を中心に活動中で、はい、6年間の社会人経験後、消えない音楽への情熱を胸に文字通りゼロからのスタートを切る、はい、みずみずしいメロディーセンスとストリートライブで磨かれた歌声は共感を呼び支持を集めています。プロフィールをご紹介させていただいたんですけれども、あの YouTube で何曲か持ってきたんですけど、ありがとうございます。あのこのまさにこの文字通りですね、メロディーセンス、はい、素晴らしいと。本当ですか。僕も曲を書く身なんですけど、はい、すごく思いました。なんか低いところからめちゃめちゃ高いところに行きますね。そうですね。高い、もともとちょっと声が高めなんで、どっちかというとそのサビから最初に作って、まあ、なるだけメロディアスに作って、そうなんです。でその活かすために低く歌おうかなみたいな。逆なんですよ。サビをこう高いところから低いところを作る。はい。逆ってどういうこと？安下は逆ってこと？なんていうのかな。僕は結構。まあ逆ってことだね。もう第60回ですよ。大丈夫ですか？今日岡田さんゲストとかあるなと思って、はい、あの YouTube でこういっぱい聞いてきたんですけど、予習してきた。こうなんていうんですか、最初低いやっぱ声から入るんですけど、あ、ちょっと全体的に甘い歌を歌う人なのかなと思ったら、サビ行ったらスカーンっていくから、もうそれがもう本当に、ありがとうございます。ぜひ今日のライブも楽しみにさせていただいております。よろしくお願いします。いくつかご質問があるんです、はい、何でも来てください、はいはい、6年間の社会人経験後とあるんですけど、はいはい、社会人って何ですかね。社会人の定義がちょっと難しいですね、うん、あの大丈夫ですよ、あのそこはスルーしていただいて、はい、どんなお仕事をするんですか。内容ですか、はいはいはい、あのベビー用品のレンタルの会社だったんですけど、うん、例えばその赤ちゃんが生まれたらベビーベッドとかベビーカーとか、うんうん、あの必要じゃないですか、はい、だけどあのすぐに赤ちゃん大きくなるんで、ね、買ったはいいけどこう使わなくなっちゃうからもったいないから、うん、それをレンタルっていうシステムがあるんですよ。そこで6年間そうなんですよ、働いてた。ベビー用品って俺ごめんなさい、一瞬でおしゃぶりを思いついてしまって、そう、それもレンタルなのかな。いやいやいや、おしゃぶりレンタルはなかったんじゃない、ないかなっていう。あ、本当ですか、はい、なかったです。すいません、ちょっとマジで本当に今一瞬でおしゃぶりってレンタルなんだって思ってしまったんですけど、あの一つだけちょっとあのお伝えしておきたいことがありまして、はいはい、まあ、初対面なんですけども、こういうやつです。すいません、ね、よろしく。ベビーカーとか、あ、そうです、すいません、俺の話も全く聞いてないですけど、よろしくお願いします。はい、次行ってください。じゃあそういったお仕事をされる前は音楽は、そうなんです、ずっと音楽、20代、はい、まあ、音楽ずっとやってたんですけど、半ばぐらい、そう、20代後半までずっとやってたんですけど、それはずっと一人で、一人、あ、最初は2人組やったんですよ。あ、はい、で、あのユニットみたいな感じでやってたんですけど、はい、こういろいろこうメジャーデビューしたいって頑張ってたんですけど、はい、なかなかこう思うようにいかなくて、うん、
曲が書けなくなり、はい、自分の才能も枯れてしまったんじゃないかなと思ったんですよね、うん、でちょっとこう周りの同世代 の、うん、仲間がこう背広着て会社員でね頑張ってたんですよ、うん、あんな見てたらすごく眩しく見えちゃって、ちょっともう自分も辞めて安定っていうのがね、うん、安定が眩しく見えちゃったんですよ、はい、安定が眩しく見える、それは見えます、これは僕らも見えますよ、すごい名言が出ましたよ、わらびの皆さん、安定が眩しく見える、はい、はい、そうなんです、それでそのまあ一度は就職したんですけど、はい、結構運転に荷物運んだりもするんで、うん、お宅へ、でそうするとこう信号待ちとかするじゃないですか、はい、するとこうなんかこう鼻歌がこうふんふんっていう感じになってきて、やっぱり音楽でもう一度頑張ってみようと思って、ね、仕事を辞めて戻ってきたんですよ、うん、で大体6年ぐらいは働いてたんですけど、すごい、はい、働いてた時のなんかこう、はい、エピソードとかもその後、社会人をこう辞めた後の楽曲制作にこう生きるみたいな、そうですね、モットーにしてるのがこう聞く人元気になってほしいっていうのがあるんですけど、うん、なんか自分を鼓舞するために、うん、頑張れって言ったら作りたいなとか、あもしかしたらこう同じような気持ちで頑張ってると言ってんちゃうかなとか言って、はいはい、応援歌みたいなものを作り出して、はいはい、なんかそういうのはすごくなんかこう経験が一端違うかなって気がするんですよね、なるほど、はい、聞くところによるとですね、はい、今回YKJ と一緒にライブをしたいみたいな話をちょっと聞いたんですけど、なんか それってなんかある？あるんですね。僕まあ、関西で活動もメインにしてたんですけど、はい、去年ぐらいから1年間をかけてまずその東京のね、街を転々としながらライブするっていう企画をしてたんですよ。1年間。そうなんです。東京遍路っていう、まあ、イベントやったんですけど、はいはいはい、で、まあ、ミュージシャンから言うとこう例えば地方のミュージシャンからすると、東京でライブしようって言ったら、例えば新宿とか渋谷とか下北ってイメージがあるんですけど、そうじゃなくてそのマニアックな場所で、マニアックな場所、あんまりみんなが選ばないような人形町とか、うんうん、ちょっとなんかあんまり浮かばないじゃないですか、はいはいはい、でもそういうところでもその自分でそのアポイント取りに行って新しい会場と知り合って、そのマスターと知り合ってみたいなのをしていこうと思ってたんですけど、それがもうちょっとしたら12回で完結というか一度終わるんですよ、そしたらせっかくこう関東でいろんな場所を知れたんで、 それ以外の地域と関東の地域もこう足を踏み込んでいきたいなと思ったんですね。でその東京の近くにあるその埼玉県とかって調べてたら YKJ さんのお二人出てきたんですよね。ドラムとこう弾き語りというか、でそれがもう僕ちょっと信じられへんというか、いやダイナミクスどうみたいな感じになって、で歌聞こえんぞこれみたいな、これ本当にライブで叩いてんのかなっていうところもちょっと思ったんですよ。一度本当ご一緒したいと思ってちょっと頑張りましょう、はい、頑張ります。埼玉は、はい、じゃあライブはしたことはあるとですね、2回目の埼玉になるんですか、ね、今日埼玉、もう埼玉2回目ってことはわらびのことももうご存知ですよね。いやそうなの、わらびは行ったことがまだなくて、日本一狭い市なんです。そうなんですよ、日本一人口密度が高い。うわあ、そうなんですね。冬とかでもいいですね。じゃあなんか。ちょっと待って。街歩いてたら、そうだね。ぎゅうぎゅう詰めて歩いてるみたいなイメージでしょ。それはおかしい。そんなことないですよ。そんなことないですよ。1個だけね、うん、思ってたのがあって、わらび市っていうのは、はい、どうしてわらびなんですか。なんだっけ、忘れた。説明受けたんだよ、俺どこかで。歴史民族資料館で本当に思い出していらんこと言いました。今これペローンってその答えが出てます。どうしてわらび、画面の下になんでわらびかっていう、やすじくんが今一生懸命思い出している絵が浮かびながらも下で答えが出てます。ちょっと出てる、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、岡田優太さんからの告知、はい、などございましたら、はい、ぜひ。じゃあ、先ほどお話したんですけど、東京遍路っていう、まあ、毎月1回、まあ、東京都内で、弾き語りのミニワンマンをしてるんですけども、うん、それの、まあ、12ヶ月回ってきたファイナルが、そうです、10月の26日の金曜日に中目黒の楽屋さんで、行われます。はい、でこれがまあファイナルになってますんで、もう今までのことを思い出しながら、もう涙流しながら、いやでも笑いながら最高のライブにしたいと思ってますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。12月26日、はい、中目黒楽屋さん、楽屋さん、はい、ワンマンですね。そうなんです。ぜひ、機会、素
晴らしいライブになると思いますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。お願いします。それではこの後岡田優太さんの西川口ハーツでのライブ映像をご覧いただきます。はい、はい、今回のゲストはシンガーソングライターの岡田優太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。少年時代の僕はいつもことあるごとあなたを困らせた。一人になりたくて冷たい言葉投げつけた。優しい笑顔を曇らせた。あの頃は気づけなかった。何もかもがきっと守られてた。振り向かず歩けたのは帰る場所があったから。明かりをつけて僕の帰りを待っていてくれる人がいたから。おかえり、ただいま。ありふれた言葉の中にあなたのぬくもりが痛いほど詰まってたんだね。熱が出ると決まっていつもみかんのゼリーが冷蔵庫に冷やされていて、それはどんな風邪薬より強い効き目があったりして、あなたは静かに笑って、そんな僕も大人になり、いつの間にかあなたは小さくなった。懐かしい茜空や二つ並んだ影帽子も忘れないようにポケットに詰めて、手を振らなきゃいけない日が来るから。ありがとう、ごめんね。限られた時の中での声が弾んでいる。
前は覚えて帰ってください。岡田優太でした。オーバーフロー、ラララララ、どうもありがとう。愛だ恋だは信じない、嘘見してる暇もない、だけど君は突然僕の前に現れた。喋らない、二つ無闇に電話しない、三つもしも夢で会えても慌てない。心に掲げた三箇条なぞって、君の罠をどうにか避けるけど、 Oh no、 また不意に君を探している。君と恋に落ちたらもう最後、真の存在オーバー、嫉妬して自己嫌悪して、感じがらめになんだろうな、居心地いいとか言わないで、不らちな心が暴れ出しそう。君の半径2メートルに近づけない。 Oh yeah、 これは恋でしょうか。前まで君に彼氏がいたこと、そいつを今も忘れられずにいるってことも知ってんだ。勝つための情報戦、スパイはすでに送ってあるんだ。中村をこないだカスコで買収した。君のこと知れば知るほどやたらとため息が増え、寝不足になる始末。友よ、逆効果ミッションは失敗だ。君の恋に落ちたらもう最後、真の空がオーバーフロー。四六時中暇さえあれば、せっせと妄想描いてんの。どこかの誰かに口説かれて、困った顔して笑っている。君の半径にメドルを独り占めしたい、したい。降り続いてた雨が止んで夏の匂いがした。君の白いスカートがキラリチラリ誘う。心に刻んだ三箇条なぞって、君の罠をどうにか避けるけど、 Oh no、 その素足を噛んで帳消した帳簿だ。君と恋に落ちたらもう最高、真の存在オーバーフロー。いつかの勘違いさえも運命だとか思ってんの。白状しますと不先輩、一目見た時から I love you。 一度きりの我が人生だ、当たっていくだけの。 Oh yeah、 やはり恋でしょうか。岡田優太でした。またお会いしましょう。また埼玉川口やってきますので、その時よろしくお願いします。最後まで楽しんで帰ってください。どうもありがとうございました。はい、ということでボイス後半はお待ちかね、お待ちかね安治ハンディのコーナーです。はい、遅いよ、はい、安治ハンディ、はい、あ、いいね。今回も取材に来たんですよね。行ってきました。安治ハンディ、いいね。それでは安治ハンディ VTR を。安治ハンディ、
さあということで安地ハンディのお時間でございます。今日はですね9月の、中旬下旬ですかね、今日は西ではなく東口にやってきました。某グルメサイトを拝見していてちょっと気になる店があったのでそこを今日は行ってみたいと思うんですが、まずはちょっとプラついてみようかなと思っております。何なんですかねこの西と東口のこの温度感というか照明の違いというかいろいろ感じますけれども、あと僕がよく行くお店といえばここ左にぐーっと行ったところに中国でよく行くつけ麺エータがあります。今日はちょっとね違うお店に行こうかなと思うんですけれども、ここ渡っちゃったところにあれですね、よく行くのはサーティワンアイスクリームですね、ストロベリーチーズケーキが好きなんですけれども、今日はまっすぐ行かずに右側行こうと思います。蕨駅東口をまっすぐ出て行って十字路っていうかこれなんていうのかな、4つ道があるんですよ、それ右に行ってみますね。右によく行ったところにですね、僕がよく行く、よく行くというか何度か行ってその味にハマったケーキ屋さんが確かあった気がするんですよね。ここですよ、ここ。ちょっとねごめんなさい、なんて読むか分かんないんですけどすごいね、でもね何度か僕4月3日誕生日なんですけど来年ね、もう多分来ると思うんですけど今年の誕生日はここでケーキを買って食べました。今度安地ハンディ行きたいですね。はい、今日はちょっとあれなんですけど、さあここ、こっち行っちゃうと駅に戻っちゃうので左行きましょう。はい、そう、ここの通りは結構僕も通ります。まあそうだな、そうですね、ここにお菓子の町岡さんがあるんですけど、まあここでお菓子を買ったりしますね。なんでしょう、年を重ねるためにこういうお菓子にハマっていく自分がいるんですけども、皆様はいかがですかね。でここにジョナさんがあるんですけど、ここはまあジョナさんも綺麗になったし、YKJ がミーティングをするような場所ですね。よくここで、未来について語り合ってるので、で今日なんですが、某サイトで調べたのはこちらのお店、イタリア食堂ペスカーラ、おしゃれな空間で美味しい食事とスポーツを楽しむイタリア食堂。和船階段なんてめったに登らない。どうかな、大丈夫かな。まだ実は3回目だから緊張しますね、こういうのは。あ、なんか奥まったところにありますね、イタリア食堂ペスカーラ。行ってみます。引き戸だった。あ、こんにちは。ですね、ちょっと今営業、これ大丈夫ですか、はい、私安地と言うんですけど、はい、もし今日営業のお邪魔にならなければ、取材とかさせていただけたらなと思ってるんですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、した。さあ店内の外観は、お、なんかすごくおしゃれですね。サッカーのユニフォームがあったりしますね。スポーツも見れるようで、なかなかおしゃれなお店ですね。向こうの方が厨房になってるんですかね。あれ、なんか一瞬見たことある人がいたので、ちょっとお話を伺いたい。どうもこんばんは。あ、どうもこんばんは。あれ、この後は確か先日はありがとうございます。ネタが古いな。好みの、まあそうですね、久しさんじゃないですか。今日はプライベートなんです。今日はプライベートなんですか。プライベートなんですか。すごいたくさん召し上がってますね。ガチガチ美味しいです。ペスカーラよく来られるんですか。ペスカーラもオーナーと仲良くて。あ、そうなんですね。たまたま。たまたまも友達と。ペスカーラだから。じゃあ僕ちょっと、なんかオーダーしようかなと思ったら。あ。おいしいです。オーダー。
すいません、ありがとうございます。お名前って？あ、お名前です。笹川さんです。ユニフォーム着てますけど、はい、サッカーをやられてる。そうですね、サッカーをやってまして、でこの後ろに名前も書いてあります。あ、はい、なるほど。っていう感じがスタッフがみんな、スタッフ皆さん着られてるんですね、はい、じゃ早速ちょっとオーダーをさせていただきたいなと思うんですけど、はい、メニューはこれ。あ、そうです、そちらの頼みで。僕ですね、あの某サイトでいろいろちょっとこちらの調べさせていただいてて、はい、あのおすすめも何個かちょっと見てきちゃったんですけど、はい、このやっぱりこれことことチーズ鍋っていうのはおすすめ、はい、そうですね、結構人気いただいてまして。これはどんな、こちらですね、一応チーズフォンデュになってるんですけど、はい、こちらにパンが何個かついてきまして、あったかいですよね、これちょっと。そうですね、もう下にロウソクついてまして、常にあったかい状態にしておりますので。じゃあこれを一つ、はい、先生お願いします。あとなんか自家製のピザがあるという。はい、はい、そうですね、ピザも一応自分たちで生地から作ってまして、はい、どの辺に、こちらがピザのページになります。わ、結構たくさんありますね。ちなみに何が一番おすすめ？そうですね、一番人気なのはやっぱりシンプルマルゲリータなんですけど、はい、もちろんシーフードピザとかも結構人気いただいてます。なるほど、はい、じゃあ一番人気のマルゲリータ。マルゲリータ、はい、あとなんかおすすめってあります？おすすめはですね、はい、一応サラダのドレッシングの一から自家製で作らせていただいてまして。一から作るんですか？はい、こちらがサラダの全メニューにこのペスカーラのオリジナルドレッシングをつけさせていただいてまして、そのドレッシングだけを買いに来るお客様とかもいるぐらい、はい、マジですか、人気いただいてまして。それはすごいですね、はい、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンばっかりじゃあれですかね。いいですか、じゃあ紹介してください。はい、すいません、お願いします。なんか今メニューめくってたら、はい、なんかこういうわらびの文字が出てきたんですけど。そうですね、ここわらびのこれは何ですか？これわらんちと読みます。わらびのお店の萩原さんというお茶を作っているところからちょっと仕入れさせていただいてまして、まあわらびのお店、2つもわらびのお店なのでわらんちみたいな。ボイスわらびなので、じゃこれを一つ。どうもありがとうございます。デザートが自家製だというお話。あ、そうです、1番人気と2番人気の僕のプリントファイトじゃないですよ。一番最初から自家製で自分たちで作っていう感じですね。じゃあこれもナンバーワンのとこのっぷりよ。地区大会出場権大会オリジナルゲームシャツって、これはどういうことですか？はい、このお客様の一番好きな生命様からの推薦でですね、一応ペスカーラのフットサルチームがあるんです。そうなんですね、はい、でちょっと大会出てみないかということで、ちょっと大会出させてもらいまして、はい、その上位が地区大会に進めるんですけど、はい、そこで優勝しました。地区大会のみんな、スタッフの方はみんなやられてる、はい、あとはお客さん、常連のお客さんとか。そうですね、はい、僕の相方の集合って、はい、ね、やつがいるんですけど、彼もフットサルやってて、キーパーやってるんですけど、近くに住んでるなのでちょっと声掛けをしておきますね。なるほど、ペスカーラのチームがあるということで、はい、じゃあ奥の方にちょっと行ってみたいと思うんですけども、あ、ここにも赤いユニフォームがこう入ってありますね。プライドオブ浦和レッツですかね。奥はなんかちょっとプライベートな空間みたいな感じになってますね。ここはやっぱあれですか、カップルの方とか。カップルか常連さん、一人で来る方が多いですね。この方も常連さんなんですかね、ちょっと。そうです、はい、何やってるんですか？あなた何やってるんですか？YKJ の中国のうちの相方ですよ。すいません、あのいつ来たんですか？結構1時間前。本当ですか？まあ、もう蒸し上がってるじゃないですか。もう食べ終わるところなんで。あ、本当ですか。あの、ちょっと今日は優しい。もうなんだよ、もうそれ。あれです、同級生。あ、そうなんですか。全員弟の高崎さんの友達が、同級生がお兄ちゃん。そうなんですね。じゃあ結構顔は知っている。ちっちゃな時からちょっとサッカーを、そう、サッカー教えてて。そうなんですね。シューちゃんって呼んでる。あ、シューちゃんって呼んでる。幼稚園の時からですか。ワランチの緑茶杯ということで、結構濃い濃い色合いですよね。いいね、番組でお酒飲めて。ちょっといただいてみます。
いただきます。普通の緑茶と違うなんか濃いお茶っていう感じの味わいがしております。日本って感じですひどい日本っていうひどいレポートだな。日本っていう感じです。はい、こちらが地中海サラダです。はい、地中海サラダ。はい、そうです。で、こちらが特製のドレッシング。はい、そちらをかけてお食べください。これは何でしょう、ホタテかな。ホタテ、エビ、イカ、レタス。イタリアン食堂なのに箸が置いてあるというちょっと粋なそれでは箸でいただいてみたいと思います。じゃあこの貝とレタスを一緒にいきたいと思います。うん、これ何のドレッシングなんだろう。このシーフードもとってもプリッとしててとても爽やかな味がします。お待たせしました、こちらコトコトチーズナゲットになります。すごい、某サイトで見たナンバーワン人気メニュー。では早速めちゃパンが入ってる。パンこれでお腹いっぱいなんじゃん。つけます。結構つけていいんですよね、これ。食べ方合ってますよね。サラダけどもつけたらこうものすごいチーズの香りがします。ものすごいチーズの香りがします。じゃあいただきます。湯気は湯気。これはうまい。もうパンがまずカリカリなんですけど、うん、チーズがもうめちゃトロトロなので、うん、パンが美味しい。パン自体にもちょっと塩気があるから、うん、大丈夫ですね。これ止まんないですけど絶対に頼むべきです。こんだけで味濃いでしょ。はい、マルゲリータ来た。では取りますよ僕。はい、今湯気一瞬取れましたね。湯気一瞬取れましたね。さあマルゲリータ一番人気のピザですね。いただいてみたいと思います。チーズ、バジル、トマト。めっちゃ美味しい。サクサクしてますね。そのピザには2種類僕あると思ってるんですよ。ちょっとしっとりしすぎてる生地とめちゃめちゃサクサクな生地これ両方備えてます。真ん中この辺の部分は結構しっとりしてて、ここはめちゃめちゃサクサクしてる。僕デザートで特濃プリン頼んだんですけど、はい、この下に特濃プリン&ハーフって書いてある。はい、こちらはこちらプリン以外のこちらのデザートの中からちょっとハーフサイズのものをつけられるよっていう。あ、そうなんですね。はい、200円プラスすれば。そうですね。僕このホワイトティラミスが気になる。あ、本当ですか。じゃあ特濃プリン&ハーフの、はい、ハーフの方をホワイトティラミスで。ホワイトティラミスで、はい、お願いします。ありがとうございます。わらびの女子たちぜひいいんじゃないかなと思います。うん、なんか持ってきました。ドリンク1杯のご注文でこちら券を1本ずつお渡ししてます、はい、こちらをこの黒毛のどこでもいいので刺していただきまして、はいはい、この黒毛が飛びますとちょっとサイコロのチャレンジに挑戦できるイベントが来まして、はい、よろしければ1杯頼んでいただきましたので。ああ、マジっすか。はい、どこでもいいんですよね。どこでも、はい決めていただいて。怖いな。はい、刺しました。それで前がったのでちょっと外れましたすみません。なるほど。これ何が当たるんですか、もしバーンって。こちら飛びます、うん、こちらゾロ目出していただきますとその数字によって得られるちょっとサービスが異なるんですけど、で揃わなくてもこちらのドリンク1杯を無料にさせていただきます。これはお客、今日来てくれ
たお客様がみんなこう、そうですね、皆さん同じ一杯につけさせていく、はい、他の方が飲まれればまた他の方もどんどんさせていくっていう、へえ、じゃあたくさんみんなが飲めば飲むほど、はい、その日、はい、その日来たお客さんの確率が上がっていくっていうことですよね。お腹減ってきちゃったな、俺見てたら。ありがとうございます。健一くん。すげー、すごいですね、これ。うちこれがメインなんで。メインの。そうなんですよ。時間かけて作るんですけど。すごい、この、なんていうんですか、レイアウトというか、盛り付けも。映えです。インスタ映えってやつですね。ありがとうございます。こっちがプリンで。プリンで、これがホワイトシラミスなんです。これはもう、これカットして。食べれますよね、これ。大丈夫です。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。まずじゃあこの一番人気の特濃プリンから。あ、見てください。ちょっと力を入れないとカチッていかないですよこれ。うわ。では。いただきます。うん、表のここすごいカリカリしてます。手作りできっとプリンってどうやって作るのかわからないですけど、きっと焼いてるんだと思うんですけど、カリッとしてて外側が、で中はもうすごいトロトロです。すごい、もうね、程よい甘さとはこれです。ホワイトティラミス、じゃあ、いただきます。あ、真っ白。スッていけるような、ちょっと爽やかな味、こっちしますけどね。でこっちはティラミスと比べると少し濃厚な、交互にいくと化学反応を起こすという化学反応を起こすとどんどんスプーンが進んでいくという、それがまあ病みつきになる証拠なじゃないかなと、ちょっと分析すると僕個人的にはそうですかね。何ですか、食べていいですか。どうぞ。じゃあ皆さんいただきます。まずこちら、フランスパンですね。硬さはまあ普通ですかね。火がついていて、中でチーズがコトコト言ってるんですね。安字ハンディだよ。このコーナー安字ハンディなんだよ。まあ僕あのマイクないんでどれぐらい拾ってまでか。これいただきます。思ったよりこのチーズが見てこの湯気の出し方多いですね。そういうところうまいな。お、見てください、このそういうところうまいな。熱々のチーズと、うん、そしてサクサクのランスパンですね。いただきます。絶対熱いですよ今言ったらね。絶対あこれ熱くないよ。うん、濃厚なこのチーズと、あ、思ったよりチーズの味付けが濃いんですね。すごいですね。なるほど、もう一口、ね、最初にまっすぐかじっちゃうと両サイドがはみ出てて、どういったって濃い味が癖になって、もうすぐどんどんいけちゃいますね、これ。オッケー。ということで、プライベートの中古ハンディでした。いいね、やっぱいいよ。僕の感謝の気持ちとして、こうペスカーラの曲を一曲作ってきましたので、そちらをあのプレゼントさせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。これ何持ってんの。これ花粉入ってるな。よし、じゃあちょっと2人でせっかくなので、ではよろしくお願いします。ペスカーラの歌、素敵なひとときをあなたの帰りを待っている、イタリアレストランペスカーラ。ワン、ツー、スリー、ゴー。
作りのピッツァにことことチーズ鍋ドリンク注文はワランチュルクチャイデザートは自家製のプリンはいかがでしょう特製ドレッシング魔法をかけるからいつもフェスカラフェスカラフェスカラ素敵なひとときはあなたの帰りを待っているイタリアンレストランいつもの久志さんとペスカラの高崎さんから何やらお知らせがあるそうで、はい、ウィンクふれあい祭り10月の27日わらび市民会館で、開催されるこのイベントに入って、ペスカラと、コロが出展させていただきます、はい、よろしくお願いします。コラボです。これはなんかコラボレーション大好き。コラボして何か飲食、はい、一応僕らも一品ずつ飲食で出させていただいて、オリジナルメニューみたいな。で一応こんな僕ですけど、ここにちゃんと出演が今ペスカラのお店の中でもわざわざかけてくれてるんですよ。そうなんですか、はい、このアーティストも出るらしいんで、このアーティストって自分でしょ、まあ、よく分かんないけど、ね、はい、10月の27日、はい、わらび市民会館、はい、ウィンクふれあい祭りでよろしくお願いします。コロミとペスカラのコラボレーションが、はいはい、に交互期待という交互期待です。また伝説作っちゃうんでよろしく、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はわらび東口のペスカーラにお邪魔させていただいたんですけれども、ありがとうございました高崎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。とても美味しい料理と。あ、ですか。はい、ありがとうございます。高崎さんの方からペスカーラの営業時間など告知あればぜひ。お昼が11時半から2時半までやってまして。 お昼もやってるんですか。お昼もランチも、ランチがサラダバーとスープバー、さっきのドレッシングとかがかけ放題になってるんで、サラダバー、スープバー全部入ってます。最高じゃないですか。夜が18時から23時まで。あとはもういていただけないも何時まででもやります。あ、そうなんですね。一応24時までなんですけど。あ、そうなんですね。なるほど。そんな感じなんで、はい、ぜひお願いします。遊びに来ていただければなと思います。はい、今日はペスカラにお邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん行きましょう。やすじハンディはい、ということで、はい、ご覧いただきましたやすじハンディですけれども、そうですね、だん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 こうちょっと今日はね、サプライズゲストもいてね。誰？あなたですけど。俺はい、まあ、俺の方が食レポうまかったね、やっぱ。まあ、そう、やっぱり食レポは中国の方が一足だからこそ安次ハンディなんでしょ。俺がやっちゃったら面白くないから。そうなんですよ。テレビの前でね、安次ハンディ楽しみにしてる人も少しいると思うんです。安次ハンディの、取材来てほしいよっていう、はい、ぜひですね、お店、飲食店じゃなくてもいいんでしょ。はい、飲食店じゃなくてもいいです。もういいです。もういい。投げやりすぎるだろう。いやいや、投げやりじゃなくて本当に例えばなんだろうな、着物作ってるお店とか時計屋さんとか、うん、いいと思います。消防署とか。消防署ってもな、なんかやるんすか俺こうやって。そう、わらびのね、地元をやっぱ盛り上げていきたいので、あの我こそはというお店の方いらっしゃいましたら、どしどしお問い合わせいただければ。お店じゃなくてもいいんじゃない。例えばなんかコーラス同好会とか。あ、いいんじゃない。いいと思います。こういうなんか吹奏楽団とか、はい、音楽系のものとか、もうジャンル問わずフリージャンルで、プロレス道場とか。それはちょっと怖い。サッカーチームとか、それちょっとにかく、皆さん、どしどしご応募お待ちしております。はい、よろしくお願いします。では最後に YKJ からのお知らせですけれども、はい、ちょっと私がですね、はい、旅に出ますので。そうですね。
ちょっとあんまりわらびにはいないんですけども、はい、斉田康二君が一人で、そうですね、何本か免許を取りに行きながら、そうですね、教習所通いながら、はい、ポツポツとライブをやっております、10月20日亀有フェスティバルですね、フリーライブです、はい、で10月28日武蔵浦のセブンスウェイブというところで、こちらもフリーライブになってます、うん、観覧無料なのでぜひ、遊びに来ていただければ。そのライブは何、はい、ライブ会場から俺に向けて誕生日の歌を歌ってくれる、うん、そうだね、28日、あ、しおも誕生日ですね、おめでとうございますそうですね、ライブ会場から歌を届けようかな、愛を込めて、はい、じゃあ配信します、ね、そしたら LINE のビデオ通話とかにしとく、そうですね、気持ち悪いな、気持ち悪いですね、それはということで、はい、やすじがソロでフリーライブ何本かありますので、ご都合の方ぜひ遊びに来ていただければなと思います、はい、はい、そろそろ今月のボイスもお別れですけれども、はい、お、この番組は YouTube でも配信しています、過去の番組をも配信してますので、ぜひご覧ください。60回っていうことはね、1回から60分、59回まで全部見たらどれぐらい時間かかるんだろうね、YouTube、1本、まあ、30分としても3000時間、3000時間、そんなかかります？え、だって1本30分でしょ、10本で300、あ、そんなことないわ、10本で300分だから1800時間、1800分でしょ、単純だって30分番組60本だったらさ、うん、そうだね、頭の悪さを今めっちゃ乗ってまあ、もしね、有給とか使ってそういうの見ていただいても、まあ、長寿番組を目指して、はい、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで最後に今日 YKJ の、はい、ライブを果たしてドラムを生で叩いているのかびっくりしましたね、あの質問ね、果たして、シューゴはドラムを本当に叩いているのか、合わせてご覧いただきながらお別れしたいと思います。はい、YKJ、また来月お会いしましょう。さよなら。夢に破れ挫折した人、愛する人を失った人、余命わずかと言われた人、手で探る真っ黒になった人、ブラウン看護師の新聞売り、まだ幼き少女、いつか負けるなんてわからない、ただ僕は歩いてゆく、いつ死ぬかなんてわからない、ただ僕は生きてゆく、いつか負けるなんてわからない、ただ僕は歩いてゆく、いつ死ぬかなんてわからない、ただ僕は生きてゆく。象徴アルバムには笑顔ばかり、悲しいこと寂しいこと、綺麗さっぱり忘れたいの、
の涙は映画のように安っぽい僕の涙も安っぽい越してる間にもどこかで誰かが死に怯え胸の中で泣いてるんだぜ本当の悲しさは僕らのもの差し上がれないならばせめて忘れずに思うこと忘れずに甘やかされて生きてきた僕らのレクイエムよ何万キロ向こうまでどうか届いてくださいただ臆病でしょうもないだけど僕らただ歯抜かれたくないだけただ周りが気になるだけ裏切りと愛の狭間で今君は何思う心は揺れている天秤にかけたように人間の美しさはたった一度きりだけだから汚さに押しつぶされてたまに死にたくなるだけど僕はずっと生きてゆこうただ努力に生きてゆこうそして忘れず平和の寒い顔だから僕はずっと生きてゆこうただ貪欲に生きてゆこうそしていつでも君に歌おう愛の賛美歌を